久々の戦場よ。時空の曲率がおかしいわ。こんな高濃度の崩壊エネルギーは見たことないわよ。しかも敵が増え続けてる。何よ、律者だからって何でもありなわけ？敵は私が引きつけるわ。負傷者の安全を優先して。ハイペリオンは起動できるの？左舷装甲が外れてるし、動力室は正面から攻撃受けてるし、防振システムも破損が見られるし、復旧には時間がかかるし、今の低下率からして。落ち着いて、所要時間だけ教えて。3分よ。あと3分持てばこのふざけた場所から離れられるよ。したわよ。でもキアナが。キアナの体内から高濃度の崩壊エネルギーが検出された。値は4458崩壊ワットだ。装置の故障であってほしいね。あなたの機構部隊は先遣隊として送り出した67機全ての信号がなくなった。が敵の数が減ってないどころか増援部隊が増え続けている。どう考えてもいい状態とは言えないね。分かっているわ。かけるしかないわね。キアナの意識を呼び起こせばまだ勝ち目はある。ライデン名が律者と交戦中ですが、戦場が崩壊銃により分断されたため機構部隊は救援に向かうことができません。敵の数が多すぎます。このままでは前方部隊との連絡が途絶えてしまいます。想像よりもまずい状況だな。ここであれを起動するか、一気に戦況を変えられるが、いや、あのシステムは一回限りの切り札だ。今はまだその時ではない。最良のタイミングを待とう。起きたか？ん？無駄死にする気か？分かった。もう決めたようだね。一つだけアドバイスしよう。この武器を持っていくといい。役に立つはずだ。お礼はいいよ。忘れずに返してくれればいい。くれぐれもなくさないでくれよ。無力でちっぽけな身の程知らずよ。あがくのは死を早めるだけ。これだけの時間が経ってもまだそれがわからないのか？小娘、どうしてまた私の行く手を阻む？うるさい！その体はあんたのじゃないわよ！
超死。この体は貪欲な人類が私のために作った器よ。私の降誕のための供物。空間能力のせいで攻撃どころか近づくことさえ困難です。ウェンディさんや私とは全く違う。これが律者の本当の力。虫けらにも虫けらなりの価値があるようね。人類どもの操り人形のような熾烈な踊りを見るのもまた一興。ベラ、踊り方を教えておやり。攻撃がこっちに。メイ、気をつけて。崩壊エネルギーフィールドバリア機能正常。駆動槽山吹全機能開放。最大効率による運転開始。ブローニャ、ブローニャちゃん、どうしてここに。メイ姉様、学園長、お待たせしました。間に合ったようですね。ブローニャは十分に休みました。ただいま期待いたします。な幕開けよ。まあいい、そろそろ主人公の出番だ。物語を始めようではないか。ちょうどこの舞台も見飽きたところだ。意識が変わった。 いえ、私たちが転送された。ハイペリオンとの通信が中断しました。現在位置を把握できません。悪役が退場する時間だ。まずは、そうね、その変な髪型の小娘からだ。それから十字架の小娘。そして最後に、私の半身よ。私とお前だけで、この舞台で途中になった儀式を終わらせよう。さあ、私に見せてみなさい、虫けらがもがく姿を。メイ、ブローニャ、立ち位置を確認して。戦闘準備を整えて行くわよ。思い通りにはさせないわ。この戦いに勝つのは私たちよ。意外とやるね。その目からあいつに対する心配、大切にしている気持ち、そしてたくさんの申し訳なさが見える。ああ、思い出した。昔眠る前にもそのような目を見た。目の主は無邪気にも私を助けようと手を差し出した。私のことを知りもしないのに助けられると思っていた。助けられるわけもないのに、あがないと救済に酔いしれちゃって。あの時のお前と今のお前、何も変わってないではないか。そうね、わかっているわ。これで捕まえたわ。やっと射程範囲に入ったわね。また鎖か。何度同じことをしたら気が済む。今回は同じではありません。
エデンの星、第一出力定格、最大出力解放。逃がさないわよ。制約の十字架が捕らえた以上、たとえ死んでも離さないわよ。あら、そう。そんな古いおもちゃが本当に私に効くと思っているのか。何？小賢しい真似が成功したと思ったか、勝利が見えたと、希望が生まれたと感じたか。素晴らしい舞台にはヒヤリとさせる場面があるもの。いい演出を見させてもらったわ。生きたいという意志、未来への希望、全力で全てを守ろうとする思い、そしてその全てが私を前に意味をなさない、お前たちの存在に価値などない。報告します。強烈なエネルギー反応を感知しました。波長がセレニティジェムのデータと完全に一致しています。セレニティジェム、いや待て、やはり最初からあったのか。律者の意識を呼び覚ます媒体として最初からキアナの体内に埋め込んでいたのか。この体を取り戻し、あいつを助けたいのか。そうか、そうなのね。大切な仲間だから、家族だから、幸せな思い出があるから、決して破られない約束があるから、それなら私があいつの体で、あいつの両手でお前たちを一人ずつ殺してやろう。あいつを救おうとしたがために、あいつの大切な人たちは最も毒々しい苦痛を味わい、最も残忍な方法で死ぬのだ。美しい過去は徐々に壊れ、絶望と苦痛の中にやがて幻となって消える。お前たちの歪んだ顔が、ボロボロになった体が、あいつの目に映る最後だ。家族も友達も幸せも夢も未来も希望も、あいつにはもったいない、あるべくもない不釣り合いだ。メイ先輩、ライデン・メイ、親愛なる半身よ、我が灼熱の魂よ、もういいのだよ、戻ってこい。もう一度私の力となる。ジェムが吸い込まれています。ああ、なんと心地いい雷鳴だろう。いらっしゃい、神の供物となりなさい。今こそ裁きの時。裁きの時が来た。ハイドキや、スイッスイッ。虫が来たよ。あなたは委員長。検査結果が出ました。村田姫子さんの。それなのに目を覚ましませんね。長期にわたる体の破損と疲労による昏睡です。先ほどの戦闘の影響ではないので、自責なさらないでください。教皇庁へ送る予定でしたが、この状態では治療を優先するほかありませんね。こちらの設備を使用して応急処置を施しました。ゆっくり休めば回復しますよ。それでは、テスラさんの処遇の手配もありますので、
私は先に失礼いたします。すべての手配を済ませ次第合流いたしますので、ここはよろしくお願いしますね。リタ・ロスバイセ、ま、今はほっとこ。少なくとも、これで少しは痛みが和らぐはずだ。大丈夫。羽ならまだ使える。警報だ。必戦闘要員全員に告ぐ。直ちに近くの避難場所に避難せよ。ついに始まるか。準備ならできた。フカ様、たった今大主教様より通信がありました。実験が成功し、律者が目を覚ましたそうです。行きましょう。近くの崩壊銃反応が全て消えました。ここはしばらく安全です。本部がこれだけダメージを受けたのは初めて見ました。そうだ、あの赤髪の子をどこに閉じ込めたのですか？安心してください、北の見張り棟にいますよ。あそこは収容キャビンと同様に守りが固いですから、安全面の問題はありません。わかりました、任務を続けましょう。大司教様、こちらリタでございます。ヘルヘイムに侵入した崩壊銃は全て消滅しました。ご指示を。よくやった。そこで待機しててくれ。デュランダルが不朽なる刃を率いて君たちと合流するよ。共に神が人類に振幅する瞬間を見届けようではないか。かしこまりました。ちょっと待ってください。デュランダルさんがこちらに向かっているのなら、律者は誰が監視しているのですか？彼女以外に律者に拮抗する人はいませんよ。安心してくれ、全ては僕の計画通りだ。僕の可愛いテレサが律者の力を手に入れてくれるよ。学園長が律者と戦っているというのですか？落ち着いてくれ、友よ。もしもし？もしもし？通信設備が故障したようですね。申し訳ありません、原因を探します。電磁パルスです。近くに強烈な電磁パルスが発生した関係で通信システムがダウンしました。電磁…まさかメイさん。リタさん、急いで通信設備を直してください。デュランダルさんに律者がコントロールを離脱した可能性があり、直ちにバルキリー部隊を集めるように伝えてください。私は先に律者のところに行き時間を稼ぎます。フカ様、申し訳ありませんが、その要求にはお答えできません。なぜ？律者と戦えと大司教様から命を受けていないからです。私の見解をお聞きください。大司教様は計画の中にいくつかの奥の手を用意しています。ですがまだ一つも使われていません。つまり現状は予想内ということです。ですので今独断で動くのはよろしくないかと。あなたと言い争いをするつもりはない。そう思うのなら無理に助力を頼むつもりもありません。罪のない人たちが律者と接触した時点ですでに計画外です。律者は私が阻止します。フカ様、まだお分かりではないのですか？私たちはみんな大きな渦の中にいるのです。何が誰にどのような影響を及ぼすかわからない状況です。大主教様より言いつかっております。あなたに計画を壊されてはならないと。みんなに危険を及ぶか様、私はあなたの見方を否定する気もあなたの選択をジャッジするつもりもありません。ですが私もあなた同様、勝手に変えられない立場と達成しなければならない使命があるのです。
これ以上言っても無駄ですね。道を開けてください。お互いの歩む道が反対だというのなら、こちらも目的達成のために手段を講じるほかありません。バルキリー、リタロスバイセ、失礼いたします。一撃一撃が正確だ。攻撃ではなく、ただ防いでいるだけ。時間稼ぎをしている。これ以上時間を無駄にできない。彼女を傷つけるかもしれないが、もう他に方法がない。おや、神の鍵の力を使うおつもりですか？それでしたら、私も自分のために手加減はできませんよ。来るか。あら？デュランダルさん。デュランダル様。そこまでです、リタ。はい。カマをしまった。フカさん、言ってください。あなたをサポートすることはできません。私たちは信仰のためだけではなく、大切な人のために戦っているのです。私もあなたと同じ立場なら同じ選択をしたでしょう。ありがとうございます。今日のことは行かせたのです。死んじゃいますよ。それも彼女の選択です。は、残念。嫌いではありませんでしたの。